グラフトネットワークの8回目の授業と話をしていきます。最大流問題のモデル化の話を2回目になるんですけども、その中で、ムグラフの最大マッチングの話をしていきます。マッチングの話と最大流の話は、別々の話なんですけども、実はこの2ムグラフの最大マッチングっていうのは、最大流問題としてモデル化できるということを今日話をしていきます。で、今日の目標ですね。最大流最小カット定理っていうのが、その最大流の時のお話だったんですけども、それを使って2ムグラフにおける最大マッチングと最小超インテグラルの競争追性を証明します。で、もう一個ですね、重要な定理があって、それはですね、2ムグラフにおいて片側を飽和するマッチングが存在するための必要十分条件です。で、これはですね、ホールの結婚定理というふうに呼ばれているんですけども、これも証明します。で、このホールの結婚定理っていうのがすごく重要な定理で、これがいくつか、そのモデル化において生きてくるんですね。で、それを3つ頑張って紹介したいと思います。はい。で、このトランプマジックというものですね。これは0回目の時に紹介したものだったので、もう一度何だったかってことをちょっと復習してみると、こういうふうにですね、この52枚にトランプのカードが、4番。13列、こう並んでいるということですね。わけです。13列あります。で、この、これ、適当に並べてるんですけども、この時に、この各列からカードを一つずつうまく選ぶことで、エース、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11じゃなくて、ジャック、クイーン、キングという、別々のものが選べると。これが、いつでもできる。どのように、この52枚のカードを 4×13 に並べてもできる。っていうことを、0回目の時に紹介したんですけども、この証明をします。で、ここでその2ムグラフのマッチングを使うということになります。で、マッチング、もう一回復習すると何だったかというと、それは、向こうグラフの N 部分集合。で、その、どの2辺も同じ頂点に接続しないもののことでした。ですね。だから左側の、この青い円周率のようなものがマッチングです。で、今日、飽和するって言葉、また使いますので、で、これを思い出すと何だかというと、マッチングの辺がその端点を飽和するっていうふうに言います。そのマッチングがその頂点を飽和するっていうふうに言う言い方もします。はい。で、最大マッチングといったら、要素数が一番大きなマッチングですね。これは、どのマッチングと比べても要素数を比べると大きいもの。下回らないものとかですね。というのが最大マッチングです。で、これと対になる概念が最小超点被覆だったわけです。で、超点被覆って何だったかというと、それは超点部分集合です。超点部分集合です。で、どの辺も、あるこの集合の頂点。ある C っていうのは C のある頂点ですね。C のある頂点に接続しているもののことです。ですね。頂点被覆の頂点はそれに接続する辺を覆うというような言い方もします。今日は使わないかもしれません。はい。で、この頂点被覆の中で一番要素数が小さいもの、頂点数が小さいもののことを最小頂点被覆と言います。これはこれですね。最小頂点被覆です。いいでしょうか。これは復習ですね。はい。それで、どういう定理があったかというと、この中、弱相対性っていうのを、マッチングと頂点被覆に対しても、それと、流れとカットに対しても紹介してきました。で、マッチングと頂点被覆に対しては、最大マッチングの辺の数と最小頂点被覆の頂点数を比べると、必ずこの不等式が成り立つというふうに聞いたわけです。この不等式を使って、この最大マッチングであることの証明であるとか、最小頂点被覆であることの証明ということを行えるということをやったわけです。で、流れに関しては同じような話があって、最大 ST 流の値と最小 ST カットの容量を比べると、必ずこの不等号が成り立つということが、弱相対性と呼んでいた性質なんですけども、で、それでこれを使うことによって、最大、ST 流のその最大性、値の最大性だったり、ST カットの容量の最小性っていうのを証明することができたということになっていたわけです。で、その流れの方でもう一つ重要だったのは、競争対性という、性質も成り立つということでした。それは何だったかというと、この不等式が実は等式で必ず、
成り立ちますよということを言っているわけです。何かというと、この上の方は、この弱層水性っていうのは、今言ったみたいに、その ST 流の最大性であるとか、ST カットの容量の最小性を証明するために使える道具なんですけども、この道具をいつでも使えますよというふうに保証してくれるのが、この強層水性と呼ばれる、性質で、まあ、特に、この強層水性のことを、共通追性を与える定義のことを最大流最小カット定義と考えました。最大流最小カット定義。ですね。で、これはその流れの方の話だったんですけども、マッチングと頂点被覆に対しては、この統合がいつでも成り立つかと言われると、そうではないんですね。まあ、それちょっと次に見ますけども、そうではないわけです。だから、この上に言っていたこの弱層追性という道具がいつでも使えるわけではないんですね。というのが、まあ、ちょっとマッチングと頂点被覆においては困ったことというか、まあ、一つ問題点としてあるわけです。で、まあ、このイコール成り立たない場合もありますよって話をちょっと次にしますけども、この流れとカットの方では、この加えて整数流定義っていう重要な定理もあったってことを思い出してください。これ何だったかというと、この最大 ST 流の中には、どの、それ、もちろん、この容量が全て整数の場合、どの個の容量も整数である場合には、最大 ST 流として、どの個の上に流れる量も整数であるようなものが存在するということを言っていたのが、この整数流定理でした。これも今日使っていきます。それで、こっちの方ですね。じゃあ、不成立の場合、どういう場合かっていうと、まあ、簡単な場合はですね、こういう、これ完全グラフですね。これ5頂点の完全グラフですけども、まあ、これ5頂点じゃなくても別に構わないんですけども、完全グラフ。3頂点以上か3頂点以上の完全グラフだったらいいんですけども、例えば、これですね、頂点数5の完全グラフの最大マッチングを持ってくると、これ、辺の数2になります。まあ、3は取れない。頂点数5しかないから。だから、最大マッチングの辺の数が2になります。一方でですね、最小頂点被覆の頂点数が4になります。頂点数5の場合は4になります。だから、この3つの頂点だけ持ってくると、ここにその覆われない辺っていうのが出てきてしまうというわけですね。だから、まあ4つは必要で4つあれば十分になるわけです。ということなので、最大マッチングの変数は2で、最小頂点被覆の頂点数4なので、先ほどの前のページの、このイコールは成立しないわけです。このグラフにおいては。だけども、もしイコールに偶然なるんだったら、イコールに偶然なるんだったら、この弱層追性を使うことによって、その考えているマッチングが最大マッチングであるということを証明できるというところが強力だったわけです。この弱層追性の強力なところだったわけですね。で、そうすると、こういうふうにですね、マッチングの最大、変数と頂点被覆の最小頂点数が一致しない場合があるので、まあ、困るんですけども、実を言うと、今日やったのは何かというと、二部グラフでは、二部グラフでは必ずこのイコールが成立しますということになります。イコールが必ず成立します。でつまり、二部グラフにおけるマッチングと頂点被覆の間には、競争追性が成立するということになるわけです。ですね、だから、この上の弱層追性の道具を使って、マッチングの最大性を証明するというのは、2部グラフではいつでもできます。2部グラフだったらいつでもできます。ということが重要かつ強力なことであって、それを今から紹介します。で、どういうふうに紹介するかというと、実は、この2部グラフの最大マッチングの辺の数を求めるという問題が、実は最大流問題に帰着できる、モデル化できるということを言っていくわけです。で、ですね、それはというか、で、それは今、証明のことを言ったんですけども、この競争追跡自体ですね。競争追跡自体は、まあ、その発見者というか、の名を取って、ケーニング・エゲルバルの定理というふうによく、このグラフやネットワークの文献では呼ばれています。人名ですね。二人の人名です。こちら、ケーニングさん。こちら、エゲルバルさんですね。確か、二人とも、ハンガリーの人だった。はずです。はい。で、それで、今からやるのは、その、ケーニング・エゲルバルの定理を証明するために最大流を使うということをやっていきます。まあ、復習ですけど、2グラフ何だったかというと、頂点
集合を2つの集合 AB に分割できて、どの辺も1端点を A に持ち、もう1端点を B に持つものですね。まあ、これ下、そういう例ですね。例えば、まあ、この、こちら側が A、こちら側が B と。まあ、こんな感じですね。まあ、右側の例だと、このまあ黒い頂点が A で、この白い頂点、よかればよかったかな。白い頂点が B か、まあ、こういうイメージを持ってほしいということですね。いいでしょうか。で、それでですね、この A と B のことを今後、このリブグラフの部集合と呼んでいきます。部集合、パータイトセットですね。まあ、これなんかいろんな呼び方あるんですけども、まあ、この授業ではパータイトセットと呼んでいきます。あ、部集合と呼んでいきます。はい。で、それで、証明したのがこれですね。二部グラフにおいては、これ二部グラフじゃないと、二部グラフじゃない場合には成り立たないかもしれないので、二部グラフに限定しますけど、二部グラフの場合には、最大マッチング M と最小頂点起伏 C に対して、その要素数が一致するということが、必ず成り立つ。この必ず成り立つというのは、やっぱり法則なんですね。強いことを言ってるわけです。で、下のこれ例ですね。これは二部グラフですね。二部グラフ。上の方が A で、下の方が B。黒丸白丸で書かないんですけど、今後は。全部黒丸になるんですけども。で、この M っていうのは、この青い辺の集合ですね。これが、このグラフの場合、最大マッチングになっています。まあ、まずこれマッチングです。で、マッチングがあって、辺の数が5のマッチングがありますから、最大マッチングの辺の数が5以上になるわけです。で一方で、この黄色い丸で書いてるのは、これが頂点起伏になります。どの辺も、少なくとも一方の端点を C に含んでいるわけです。そうすると、これ C は要素数5の頂点起伏ですから、そこから最大マッチングの辺の数が5以下だということがわかるわけです。つまり、この M というマッチングは最大マッチングで、C という頂点起伏が最小頂点起伏だということがわかるということになります。だから、まあ、これは例ですね。で、この等式がどんな二部グラフに対象に成り立つということを今から証明してきます。で、そのために最大流問題を使うと。つまりですね、まあ、ここからその最大流、の話に持っていこうと思うんですね。で、前回ですね、そのモデル化の時にその割り当ての話をしたんですけども、これもですね、まあそのまあ、マッチングっていうのはなんかその、まあ、割り当てにも見えるわけです。その A の側の頂点を B の側の頂点になんかその割り当てる。この青い辺がなんかその割り当ててるようなイメージに見えるわけですね。だからまあそういうような、イメージを持って、前回の内容を思い出すと、あ、なんかこういうふうにモデル化すると良さそうかなっていうようなアイデアができます。早速ちょっとやってみましょう。そのためには、まあ、ちょっとこれは今方針ですね。証明の方針を言います。この任意の二部グラフを考えるんですけど、そこから有効グラフを作ります。有効グラフを作ります。で、まあ、今イメージは、まあ、その左の無効グラフから右のような有効グラフを作るということになります。で、まあ、ここにも容量を与えます。ここにも容量を与えます。で、この、まあ、どのように作るかってことは後で説明するんですけども、この元々のグラフ、こっちの左側の方これ G と書いて、右側の方これ G プライムと書くことにします。で、この時にですね、左側のグラフの最大マッチングが、右側のグラフの最大 ST 流に対応して、左側のグラフの最小頂点起伏が、右側のグラフの最小 ST カットに対応するってことを見ます。2番目です。そうすると、我々は、この G' の最大 ST 流と G' の最小 ST カットを比べたときに、この最大 ST 流の値と最小 ST カットの容量が等しいということを知っています。これがこの最大流最小カット定理、あるいは流れとカットの競争値性でした。で、まあ、この対応すると言ってるんだけども、この上の方ではこの最大マッチングの辺の数、と、この最大 ST 流の値が実は対応していて、下の方、この最小頂点起伏の頂点数と最小 ST カットの容量が対応するということになります。そうすると、この右の2つ、値と容量等しいので、左側の2つの要素数も等しい。というような結論が得られるというような流れで証明していきます。いいでしょうか。じゃあこの流れに従って、まずはこの1番です、ね、有効グラフを作るということをやっていきます。はい。で、こんな感じで作ります。これ元々のグラフ、二部グラフです。上の方が A で、下の方が B ですね。で、それに対して、右のように、
有効グラフを作っていくんですけど、今ここに書いてあるのは頂点集合だけです。で、頂点集合、これ今新しいグラフ、有効グラフの頂点集合は V プライムにしてるんですけども、この V プライムは元のグラフの頂点集合に対して S と T を新たに付け加えたもの。そうします。S と T ですね。そうします。で、A プライムは個集合、個の集合、有効編の集合なんですけども、どこにあるかというと、まずこの上の種類のものがあります。これ何かというと、UV、U から V に向かって矢印が出るんだけども、その UV というのは元々のグラフの編であって、なおかつ U が A に属していて、V は B に属しているっていうものです。だから、まあ、イメージというか、まあ、この通りに、まずここの部分の項を書いてみると、こんな感じになります。この A と B の間の辺がそのまま A から B の方に向かっていくような矢印に変わるということになります。はい。で、二つ目の部分、これですね。これ何かというと、A の頂点、すべて U ですね。に対して S から U に向かって変化します。変化、こう出します。で、同じように B の頂点すべて V から T に向かってこうつけます。とこうなります。ですか？S から A の頂点で全部。B の頂点から T に向かって全部。ですね。こういう風に作ります。これでこの有効グラフの構成は終わりです。ですから。これ、その前回のその、割り当て問題の時にこんなような感じで作ったかなっていうような、まあ、イメージを、思い出してもらうわけですね。で、この中で作った有効グラフの個に容量を与えていきます。容量の与え方も、割り当ての時のことを思い出してもらって、まあ、それに似てるな、という感じのことを思い浮かべるわけです。で、こうします。今ですね、この S から出ている子、その A の頂点に向かっているんですけども、この頂点の、容量を全部1にします。で、T に向かっている子、この容量も全部1にします。だから今これ、本来こう、1、1、1、1、1、1、1とか全部書かなくちゃいけないんだけども、ちょっとこれをめんどくさがって、ここに、左側に1とかと代表させています。で、こう真ん中の部分ですね。ここはですね、前回、割り当ての時には、大きければ何でもよいっていうふうに、まあ、言ったかもしれないんですけども、まあ、まあ、1でもよかったんですけど、1にすると、ちょっと証明が面倒なので、これ無限大にしています。無限大っていうのはすごく大きな整数だというふうに見なすわけですね。で、前回もなんかそんなこと言ったような気がします。いいでしょうか。で、これで、構成は終わりです。で、これで S をスタートとして T をゴールにするようにこう流すわけです。流します。で、流すとなぜかわかんないとは言っちゃいけないけども、不思議なことに最大マッチングが見つかるということになります。なぜかということですね。で、今じゃここで S から T に向かって流します。で、この場合はですね、最大流が5単位流れます。この最大流の値は5なんですけども、まずですね、まあこっちの G プライムにおいては、最小体という最小カット定理から、最大 ST 流の値と最小 ST カットが等しいということはまず分かっています。これは、どんな有効グラフでも出てしまうから、これは正しいと。で、しかも、今、ここに作っているグラフの個の上の容量は、どれも整数ですから、整数流定理より、各個における流量が整数であるような最大 ST 流が存在するということが分かったわけです。で、まあ、ここに書いてる赤いものは、そういう最大 ST 量だと思ってください。どのこの上に流れている量も整数である。で、書いてないところはこれ0が流れていると思ってください。はい。で、まあ、そういうその整数最大 ST 量を一つ持ってきて、それ F としましょう。今、ここに書いてある赤いものは F です。これは F です。ですか？ F です。で、この F を G と見ます。F がどういう整数を持っているのかってことを G と見ます。まずですね、この A の側の頂点1個 U を持ってきます。ですか。そうすると、この S から U に向かって、まあ流れてるか流れてないかわかんないんですけども、この S と U を結ぶ個の容量は1ですから、この S と U を結んでいる、この個の上に流れている量っていうのは0と1の間になります。です。これその容量制約ですね。で、今ですね、この F っていうのは、どの個の上を見ても流れてる量整数であるというふうに言っていて、それが0以上1以下だっていうふうに言ってるんだから、この流れてる量は必ず0か1になります。まあ、この図ではそうですね。流れてるところは1、流れてないところは0ということになってるわけです。だからその2分の1流れるとか、そういうことないということですね。でそうすると、今ですね、この U という頂点において、流量保存制約が、ね、入れてきません。から、
どうなってかというと、U に入ってきているのは、入ってきている子というのは S から出ている子だけです。ですね。で、つまりその U に入っている、入っていく、流量は、全部でこの F、SU になるわけです。一方で、この U から出ていくのは、何になるかというと、UV がこの A' の子であるような、A' の子であるような V 全体に対して、この FUV を足したものになるわけです。でこの場合、だから、この V の候補っていうのはこの3つあるわけです。この V の候補ですね。この V の候補です。ですか。で、今ですね、この左辺。この左辺は先ほど前のページで0か1であるっていうふうに言ったわけです。でこれ等しいって言ってるんだから、左辺が0だったら右辺も0です。左辺が1だったら右辺も1です。ですか。ということなので、特に、この左辺が1だったら、この右辺が1になるんだけども、なおかつ、この FUV っていうのもこれ整数なんです。先ほどのその整数流定理から。整数なんです。で、整数って言っていて、左辺が1なんだから、この、で、しかもその0から1です。ですから、この FUV は、どこか1箇所だけが1になっていて、他全部0っていう形にしかなり得ません。それが書いてあるのはここですね。この FUV イコール1と、その UV が A' の要素になっているような条件を満たす V っていうのは、ただ一つしかないと思います。ただこの場合は、これですね。この V しかない。その、1単位、この流れ出ている、その、行く先になっている頂点っていうのは、ちょうど一つしかない。この U に対して、U に対してちょうど一つしかない。ということがわかります。だから、この U っていう頂点は、1単位だけ一つの辺からもらって、その1単位を、なんか別の頂点にそのまま流していく。その1というのが、その2分の1、2分の1にこう分けられるとかっていうことがないということですね。整数流だから。ってことになります。で、この、1入ってきたものをそのまま1出すっていうのを、まあ、これ性質値と呼ぶことにしましょう。はい。で、今はこの A の側の頂点を見たんですけども、じゃあ次に B の側の頂点見てみましょう。これそこ今 V としてます。そうすると、この V からは1個だけこう出ていっている、項がありまして、V を視点としている項は1個だけあって、それは T に向かってます。で、この要領制約を見ると、これも、その上のこの VT というこの上を流れる量は0以上1以下であるという条件がその要領制約からわかります。で、なおかつ、この F というのは整数だったから、この FVT というのは0か1になります。だから流れているところは1、流れていないところは0というふうになるわけです。2分の1流れているとか、4分の3流れているかっていうことはないということになります。でそうすると、この V は、まあ、たくさんの子の終点になっているかもしれませんけども、V が視点になるようなことというのは1個しかないわけです。ですか。つまり、何を言ってるかというと、先ほどと同じように、この流量保存制約が立つので、V から T に向かって1単位に出しているだとすると、この左辺は1になるわけです。この出してる側ね。そうすると、入ってる側も1になるんだけども、この中身の、あの中身の FUV っていうのは0か1しかありえないので、どこか1箇所だけが1でもかは全部0って形になってるんです。つまり、V においては1単位だけが入ってきて、その1単位をそのまま出しているということになるわけです。1入って1出す。その1っていうのはその1つの子だけを通って入ってくるということになるわけです。読むと、FUV イコール1と UV が A' の同じような条件を満たす U というのがただ1つの存在です。この場合は、ここですね。これがそのような U であるというふうになるわけです。ですか。いいですか。でそうするで、これをですね、整数と呼びましょう。この上側の、その上の方が1単位受け取って1単位出すっていうのが整数でした。この V の方、下の方が1単位必ず受け取って1単位、受け取って、1単位出してるんだったら必ず1単位、その1つの辺を通って、1つの項を通って受け取っていると。いう性質ですね。で、その二つの性質があるので、何を見るかというと、この、有効グラフにおいて、この最大 ST 流、整数最大 ST 流が、この真ん中の部分に流れているところの子に対応する元のグラフの辺を取ってくると、これが必ずマッチングになるということがわかります。この性質 1,2 から。なんでかというと、今の性質1の方から、この A の方の頂点を見ると、
その頂点に接続している、この今書いているこの青い辺ですね。もともとのところでこの赤い子になっている部分。これはちょうど1個しかないわけです。あるとすれば1個。だから、あるとすれば1で、なかったら0ということになっているわけです。一方で、この性質2の方から見ると、この頂点 B、B という頂点集合の各頂点を見ると、青い辺が接続しているんだとしたら、1つだけ接続していて、接続していないんだったら、まあ0個になっている。つまり、ここに書かれた M という辺、部分集合は、このグラフのマッチングであるとわかります。ですか？なおかつ、この辺の数ですね。今、1、2、3、4、5ってのありますけども、それは、この ST カットを見ると、この ST カットから出ている、流れの総量になります。ですか？で、前回、それが前々回、前々回、古代 A っていうのがあって、ST カットがあったら、そこから流れ出ている量っていうのが、この流れの値に等しいってことを言ってましたから、この流れの値っていうのは、この赤い辺の数、つまりこの青い辺の数、つまりマッチング要素と等しいということがわかります。ですか？で、これで、この左側のグラフのマッチングと右側のグラフの流れ、整数流の対応がつくということになります。まあ、特に、最大マッチングと最大 ST 流、整数最大 ST 流の対応がつくということになります。これはそのマッチングの方の対応だったんですけども、では、頂点被覆ですね。頂点被覆と、ST カットの対応を次に見ていくということになります。じゃあもう一度流れを見ると、今はここまで出ました。対応を見るの、このマッチングと最大 ST 流の対応を見ました。で、次にやるのはここですね。ここから下。G の最小頂点被覆と G プライムの最小 ST カットの対応を見ていきます。じゃあ最小 ST カットを見ましょう。今ここに書いているこの緑色の、これ最小 ST カットです、実際。で、この時に ST カットの定義を思い出してもらうと、それは何だったかというと、この S は含んで T は含まないような頂点部分集合のことでした。で、その容量っていうのはそこから出ている、この容量の和です。ですね。それを思い出してください。で、今ですね、このキャップ S、今この S という最小 ST カットの容量を考えたいんですけども、これが実際ですね、この左側のグラフの最小頂点被覆の頂点数が等しいということを今から言ってきます。で、そのためにですね、まず観察したいのは、この集合 S ってこの S だけからなる集合。まあ、これですね。これはまず ST カットです。この ST カットの定義から。で、この容量は何かっていうと、この S から出ている子、の容量の和ですから、それは A という、こっちですね、頂点集合の要素数になります。ですか？で、この large S っていうのは最小 ST カットだったので、最小 ST カットの容量は、この S だけという ST カットの容量以下になります。ですね。それは最小 ST カットの定義ですね。で、これは A の要素数。特に、何かっていうと、キャップ S、このラージ S の、容量は、有限である。まず、基準が。無限大ではない。ってことが重要です。いいですか？で、まあ、この性質をちょっと使って、いろんなこのことを考えてきたんですけども、先ほどのこれですね。これが今、最小 ST カットなんですけども、観察します。U が S の要素であって、V が S の要素ではないけども、UV がこの右側のグラフの子になっているような U と V っていうのは存在しません。何を言ってるかっていうと、こんなようなですね。U が S に入っていて、V が S に入っていなくって、UV という子がある。で、U はなおかつ A の要素で V は B の要素である。こういうことは起こり得ません。なんでかというと、この UV ってもしこういう子があったとすると、この子の容量は無限大なんです。ですね。そうすると、この、large S という最小 ST カットを見ると、U は S、large S に入っていて、V は large S に入ってないので、この UV の容量が、この large S の容量に差し込まれます。何言ってかというと、この large S の容量は、この UV というこの赤い
個の容量以上になります。で、この UV という個の容量は無限大なんです。だけども先ほど、この100Sの容量っていうのは有限だと言いました。そうですね。それに矛盾してしまうわけです。だからこういうその UV のような、こういう、形で出ていってるような個っていうのは存在しないということになります。いいですか？これ観察したということにします。いいでしょうか？ということなので、何がわかるかというと、ここでですね、この C というのをこのように定義しましょう。今、この Large S という最小 SD カットがあるんですけども、この A の側で、A のがちょっと色が見にくいですね。色か色か。この A の側で S に入っている頂点。ここが A マイナス S ですね。という頂点集合。で、B の側で S に入っている頂点集合。これが B と S の共通部分です。で、それを合わせたものをシールしましょう。この1、2、3、4、5個の頂点からなる集合ですね。これをシールします。で、これを左側に持ってくると、実はこれが左側のグラフの最小速になるってことを今から言います。でなおかつ、この C の要素数は、右側の方でいう、この S という、ST カットの容量と等しいということが言えます。なぜかということを一つずつやってますね。で、まず一番目からやっていきます。まず、じゃあ、頂点比であるということをまず言いますね。じゃあ、そのために、じゃあ、頂点比であると仮定しましょう。頂点比じゃない、ないと仮定すると何かっていうと、この C の要素を端点に含まないような辺が存在するというわけです。ある UV という辺に対して、U も C も、U も V も C の要素がないということになります。こんな感じですね。こんな感じなかった。こんな感じに図が出ようと思ったんですけど、出なかったですね。だどんな感じかっていうと、なんか、ここにはないわけですけども、なんかこういうような辺がなくてはいけないということになるわけです。しかし、こういう辺があると、何が起きているかっていうと、この右側の方で見てみると、これは、こういう個に対応するわけですね。こういう子っていうのは、U は S に入っていて、V は S に入っているような子、対応するわけです。しかし、先ほど、こういうものはないんだってことを観察さんで言いました。ですね。この子はその C の作り方から、この U は、これは S に入っている。そうなるわけですね。この通り。で、V の方は S に入っていない。わけです。この通りですね。ですから、先ほどの観察さんに矛盾するということになります。だから、何かというと、この仮定が間違っていたと。だから、これ、配慮法ですね。仮定間違っていて、つまり、この C は頂点比です。じゃあ、なんで最小頂点比なのか。それまだ言ってないですね。しますね。それまだ言って、今言ってる頂点比になることだけです。だから、今、確かめることとしては、まず、頂点比になることは違う。これ言ってませんね。だから今、最小っていうのは、今、とりあえず無視してください。最小であることは、後で確認します。すいません。ちょっと流れが悪いですね。で、次に、2番目ですね。この確認をします。じゃあ今の観察から何を、今のことは置いといて、じゃあ別にもう一回言いますね。次やるのは、この C の素数と S の容量が等しいと言います。でそうすると、これですね。観察さんから S の容量は何なのかというと、まず、このスモール S、このスモール S から、このラージ A のところに出ていっている、この中で、どんだけの、容量が数えられるかっていうと、それは、この、外側に出ていっている頂点だけですね。の部分だけ数えられると思います。それがここになります。で、次この2段目というのは、この、容量は無限大の子が、この、ラージ S の容量に加えられるかっていうと、そういう子はないというふうに言いましたから、その部分は、この輪になってできません。で最終的にこの最後に出てきている輪は何かというと、この S に、入っている頂点から T に出ている個の容量の輪です。ではここですね。ですか。で、ここに現れている個の容量は全部1になっています。ですね。それで、この要素数は何かというと、この初めのところはこれは A-S です。個。要素があって、下の方は、この B と S の共通部分の個数だけ要素があるわけです。ですか。それらを足し合わせると、これちょうど C の要素数に等しいということになるわけです。いいですか。つまり、C の要素数と S の容量は等しいということが言えます。ということになりました。ですか。
そうすると、これ証明終わりなんですけど、何が言えたかというと、初めの方の話から、最大マッチングの辺の数は必ず、まずその M ですね、作った M がマッチングだったので、最大マッチングの辺の数は必ず M の要素数以上になります。で、M の要素数は F という、こちらと右側で作った最大 ST 流の値に等しいということを言いました。で、一方で、最小 ST カット、ラージ S カットの方を見ると、その S の容量と、そこから作った C という焦点被覆の、要素数が等しいということを言いました。で、その C というのは焦点被覆だから、最小焦点被覆の焦点数と C を比べると、この不等式が出てくるということになります。いいですか。で、最後、第2最小カット定理から、F の値と S の容量が等しいということが分かっています。で、この3つの関係式を全部つなぎ合わせるわけです。そうすると次のページの話が出てきます。どういう話か。こうですね。そこでマッチングと焦点被覆の弱相対性を使うと、まず、先ほどこの関係で言いました。これは1つ目の式ですね。で、この相対、弱相対性がこれ使っています。最大マッチング変の数は必ず最小焦点被覆の頂点数以下である。で、最小焦点被覆の頂点数が 100S 以下になるっていうのは、この前のページのこの2つ目の関係です。で、最後、このイコールは最大で最小カット定理、共相対性です。つまり、このバル F で中の全てのものが挟まれてますから、この中に入っているのが全部等しいです。つまり、最大マッチング変の数、これですね、は最小焦点被覆の頂点数と等しいという結論が得られました。という形で証明が終わります。いかがでしょうか。よく見ると、その前回の割り当ての話と全く同じことを、これやってるんだっていうふうに、気づいてもらえるかもしれませんけども、これ、ちょっと証明という形で書いてもいろいろと、いろいろと細かいところまでちゃんとやってます。それと、この S ですね。S という、最小 ST カットから、この頂点被覆を作っているというところは、ちょっと、技巧的かもしれませんけども、うまく作っているというふうに思ってください。これはちょっとその、洞察が必要かもしれませんけども、この場合、うまくできているということになります。よろしいでしょうか。はい。で、もう一度、復習というか、最後のまとめをすると、最後まとめをすると、二分グラフに対しては、最大マッチングと最小頂点被覆に対して、要素数が等しいという関係が得られます。で、これは前回やった流れと割り当てを対応させるという考え方に基づいているんだということに気づくわけですね。で、もう一つ気づくのは、皆さんが実験第一で扱った二部グラフの最大マッチングっていうのの、課題があったと思うんですけども、その中で増加同法というアルゴリズムを実装したと思います。で、それは、前々回、第6回講義で紹介した最大例問題に対する増加動向を、この2部グラフの最大マッチング問題に適用したものになっています。はい。だから別に言うとすると、その実験第一で扱った2部グラフの最大マッチング問題のアルゴリズムを、もう少し工夫すると、この最大例問題に対する増加動向が出てくるというふうに思ってもらっても構わないです。はい。では補足になります。ではですね、次、ホールの結婚定理という話をしていきたいと思います。今はその最大マッチングの話をしていたんですけども、ここから行うのは何かというと、まずですね、ホール、これ人名です。人名です。フィリップ・ホールですね。で、この結婚定理っていう名前がついてるんですけども、マッチングのモデル化の話の時にですね、安定結婚問題というのがありました。で、その安定結婚問題と、そのホールの結婚定理というのは、直接結びつくものではないです。ただ、どちらもそのマッチングに関する話であることは、似ているというふうになります。けども、直接その関係があるわけではないです。で、今ですね、こういう二部グラフがあるときに、A を交換するマッチングを持たないってことを証明したいとしましょう。A を交換するのは何かというと、この A の頂点すべてに接続するようなマッチングですね。これ実際これないんですけども、なんででしょうってことを確認したい。で、実は先ほどの話を思い出すと、このグラフの最大マッチングを考えればいいということになります。そうするとですね、その最大マッチングの対になるのは、頂点被覆なので、で、この場合はこの4頂点ですね。この4頂点を持ってくると、これがこのグラフの頂点被覆になっています。
で、この A を調和するマッチングがあるとすると、そのようなマッチングの辺の数というのは必ず5になります。A の方に頂点が5個あるから。ということは、今この4頂点からなる頂点起伏があると、そこから、このグラフの最大マッチングの予想数というのは4以下ということがわかります。つまり、最大マッチングの予想数が5になることはありえませんから、A を和するマッチングが存在しないということがわかるわけです。ですか？で、ここで、ご紹介したいのは別の確認方法です。何かというと、例えばですね、同じグラフですけども、この A の頂点4つ見てみましょう。A の頂点4つ見てみます。で、この A の頂点4つを、片方の端点に持つような辺のもう片方の端点を集めてくると、この右側の3つの頂点の集合になります。今言ったことをもう一回言いますね。A の、A じゃなくて、この4つの、A 側のこの4つの頂点を端点とする辺のもう一方の端点を全部集めてくる。例えば、これ。この辺というのは、この A の今書いている頂点集合の端点、頂点集合の頂点を一本の端点に持つ辺なんですけども、そのもう一本の端点がこれですね。で、そういうような、この四角の頂点のような頂点を全部集めていきます。だからこの辺の端点、これ。この辺の端点、これ。この辺の端点、これ。この辺ですね。この辺の端点、これ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 。このことですね。そうすると、この3つの頂点しか現れません。そうするとですね、何が言えるかっていうと、これは実はですね、このグラフが A を飽和するマッチングを持たないってことの証拠になります。なぜかというと、今ですね、この A の、この A から選んだ4つの頂点を端点に持つような、マッチング、この選んだ4つの頂点を全て飽和するようなマッチングが存在するとすると、この A の側から見ると、このなんか4つ辺が出ていかないといけないわけです。で、それを B の側で受け取るのが、この3つの頂点なんですね。つまり、だから4つ辺、A の方から辺が出ていって、その4つの辺を、この3つの頂点で受け取らせるの。だけども、1つの頂点に接続できる、このマッチングの辺っていうのは1個しか、多くても1個なんだから、この3つの頂点では、その4つの辺を巻かないといけないわけです。いいですか？つまり、A の側の、頂点部分集合で、それに対応する、それを受け持つ B の側の頂点集合の要素数が、A の側の頂点集合の要素数よりも小さかったら、真に小さかったら、その時点で、この A を飽和するマッチングが存在しないというのがわかります。A の青い部分を飽和させるだけの頂点がみんな、だからその受け持つとかって言いましたけども、それちょっともう少し今までに出てきた用語で書いてます。つまり、このグラフは A の頂点を全て飽和するマッチングを持たないということになります。で、重要なのは何かというと、この逆問題に立つということです。それを今から証明します。何かというと、このような部分がなければ、どのようなこの部分集合を取ってきても、それを受け持つだけの、頂点がこの B 側にあるんだったら、必ず初毛のマッチング、つまり A を飽和するマッチングが作れます。作れるというのは、そういうマッチングが存在します。必ず。これが、ホールの結婚定理と呼ばれるものです。でそのためにはですね、A のこの部分集合を受け持つこの B 側っていうのをちょっと定義する必要があるので、それをまず用語として導入します。で、それがですね、近傍という用語です。で、これは向こうグラフに対する用語なんですけども、まずこの頂点の近傍です。頂点の近傍っていうのは、頂点 V の近傍というのは、その V という頂点に隣接する頂点全体の集合です。でそれがこの NG グラフにします。近傍っていうのは、まあ、ネイバーフとかですよ。いますね。ネイバーフとか。こうですね。ネイバーフ。ちょっと B が汚いんで、書くと。こうですね。ネイバーフだと、とします。でですね、こんな話をすると終わんないかな。隣接頂点全体集合は集合なんですけども、なんか、すぐこのなんかグラフの用語を、お非難することを言い出すんですけども、普通ですね、数学において近傍っていう用語を使うときには、この考えている点自体も含むことが多いです。まあ、普通って何なのかっていうと、まあ、近傍っていうのはですね、位相空間とか距離空間とかそういうところの、用語なんですね。で、まあ、向こうグラフっていうのも実は距離空間の一種なんですけども、
その用語、その距離空間とか位相空間の用語に従うんだったら、この記号というのは V 自身も含むべきです。含むべきなんだけども、グラフにおける用語としては V が含みません。V に隣接する頂点での集合です。今、これ下に例があるんですけども、V1 という頂点があったら、V1 の近傍は V2、V3、V5 という、V1 に隣接する頂点全体の集合です。ですか？一方で、頂点集合の近傍といったら、何かというと、ちょっとまず例がありますけど、例えばこれ V1、V2 っていう頂点集合の近傍といったら、そのいずれかに隣接している頂点を全部集めてきたもの。から、それ自身に引いたものですね。それ自身に引いたもの。今、ここに書いた、まず、V1 の近傍は V2、V5、V3 だったわけです。で、V2 の近傍同じようになると、V5、V4、V6 ってあるじゃないですか。ここですね。V5、V4、V6 って出てくるんだけども、その両方をあった、V1 もあった。V1、V5、V4、V6。そうです。なんですけども、その中で、その2つを合わせると、V1、V2、V3、V4、V5、V6 っていう集合になるんだけども、そこから V1、V2 は、飛んできます。自分自身は含まない。近傍になる。っていう形にします。という形で定義します。いいでしょうか。これが近傍の定義です。で、この近傍を使って、先ほどの証明したいことを正確に述べてみます。で、こうなります。今、2部グラフがあって、その部集合 AB が左側が A、右側が B だとします。で、この時に A の頂点、を全て飽和するマッチングをこのグラフ G が持つための必要十分条件は何かというと、任意の頂点集合 S に対して、この S が、S の要素をすると、この S に対応して、その S を受け持つ集合のことですね。それが今この NGS というのが近傍になるわけです。S の要素数が NGS、S の近傍の要素数以下になる。そうですね。今この定義においては、S っていうこの集合を持ってきて、その対応する NGS 要素数が3、S 要素数が4なので、この条件を満たしてないということで、このグラフにおいては A を全て飽和するマッチングを持たないということになるわけです。どうですか？で、まあ今、このグラフはその A を頂点全て合わせるマッチングを持ってるんだけども、このグラフにおいては、ここに書いてある条件が、まあ、実際に出されます。まあ、ちょっとこれ確認するのは大変なんですけどね。何かというと、この頂点分集合は、たくさんあるわけです。で、先ほどの例で言っているのは何かっていうと、ここに書いてあるものの、上から下ですね。だからこの矢印で言うと、左から右を証明してました。まあ、証明のアイデアを言ってました。ので、それが、演習問題になります。今からやるのはこの右から左です。で、右から左を証明するときに、先ほど証明した K に見えるような定理を使います。最大マッチングの要素数が最小頂点入れ符の要素数と等しいということですね。で、今言ったので、もう多少やっていきますと、今言った通り、左から右が演習問題です。先ほどちょっと説明したことをヒントにしてください。で、じゃあ、右から左。待遇を証明します。待遇は何とかというと、何なのかというと、A の頂点を全て飽和するマッチングを G が持たないならば、ある頂点集合 S に対して、S の要素数が NGS の要素数よりも真に大きくなる。ということです。これを証明します。特に A の頂点を全て飽和するマッチングを G が持たないので、G の最大マッチングの辺の数っていうのは A の要素数によりも小さくなります。ですね。まあ、A の方があって、B の方があるんだけども、A の頂点の中で、この飽和されているものがあるので、このマッチングの辺の数っていうのは A の要素数未満になるわけです。いいですか？どうやって頑張ってもそれだけじゃ取れないので、最大マッチングの辺の数が A の要素数未満になります。で、じゃあ今の本証明することを証明していきましょう。A の頂点を全て飽和するマッチングを G が上回るとします。この過程を書きましたね。で、そうするときには、今言った通り、G の最大マッチングの辺の数というのは A の要素数未満になります。で、K に入れればいいの定義から、この最大マッチの辺の数というのは、このグラフの最小頂点比率の要素数と等しいわけです。ね。K に入れればいいの定義から、
ただ、この G の最小調整比の要素数も A の要素数未満になります。ですね。じゃあ今この C というのをこの G の最小調整比袋して見ると、この上に書いてあることから C の要素数は A の要素数未満になります。まあ、上のような感じですね。この例の場合は、A の要素数が6で C の要素数が5になっていると。まあ、こういう状況ですね。はい。で、何かというと、目標は、このある頂点集合 S に対して、この不等号式が何ですって言ってるんだから、そういう頂点集合っていうのを実際に見つけてあげます。見つけてあげます。で、どこにあるか。実はここにあります。この時に、A の、共通部、A と C の共通部と B と C の共通部に考えます。からこの図で言うと、この上のところは A と C の共通部分で、下のところが B と C の共通部分です。はい。で、この時に、まず見てほしいのは、A と C の共通部分の予想数と B と C の共通部分の予想数を足したら、それは C の予想数になって、これは今の仮定から A の予想数未満です。ですね。つまり、B と C の共通部分、これですね、の予想数は、この上の式から A の要素数、A の要素数から A と C の共通部の要素数、左の2番になります。で、A の要素数から A と C の共通部の要素数を引いたものっていうのは、これは A から C を引いた集合の要素数です。この部分ですね、上のこの部分ですね。この部分の要素数になります。でしょうか。さて、ここで気づくのは何かというと、この時に、C は頂点比袋なので、A-C っていう部分と B-C の間に辺がありません。まあ、こういう辺があったとすると、その辺の両端点どちらも C に含まれていませんか。そういうことありえないわけです。だからこういう辺はありません。したがって何かというと、A-C、この部分ですね。A-C の近傍は B-C に頂点を持たないので、必ず B と C の共通部分に含まれます。いいですか？いいですか？で、これ見ると、なんかこれ出てきそうだなって気がしてくる。じゃあちゃんとやってみましょう。じゃあここで、S、なんか今の不等式まとめると何かっていうと、A-C の近傍は必ず B と C の共通部に含まれますから、この要素数を見ると、大小関係ということになります。で、B と C の共通部の要素数は先ほどの上の式から A-C の要素数未満になります。そうすると何かっていうと、A-C と A-C の近傍の要素数を比べると、この真の不等式が成り立っていることになります。つまり A-C を S と置くと、S の要素数は NGS の要素数よりも真に大きくなるということになって、ここに書かれている不等式が満たされるということになります。つまり S として A-C を選べばよいということになります。いいですか？これで証明すること、証明できましたということになります。いいでしょうか。まあちょっと技巧的な感じがしますけども、まあ証明自身は、一個ずつ追っていけば、まあ、理解してもらえると思います。はい。ではですね、このホールの別根定理というのを紹介したんですけども、これがですね、すごく重要な、いろんなところの問題解決に使えるって話を、残りの時間で3つ紹介していきたいと思います。で、その辺、はじめ、ドミノタイプの話をします。ドミノっていうのは、なんかこういう、ドミノ牌と呼ばれるものがいくつか入っているもので、これゲームなんですね。こういうふうに、テーブルの上にドミノ牌を並べるゲームなんですけども、まあ皆さんこのドミノというゲームをやったことがあるかどうかはわかんないんですけども、そのドミノ倒しとかっていうのはありますけども、あれは別にそのドミノというゲームの本来の遊び方ではなくて、このようにテーブルの上に並べるっていうのがドミノの遊び方の普通の方法です。で、ドミノっていうのは、まあこんな感じで、なんだろうな、二つの部分があって、まあそれがなんか重なって、つながって一つの牌を構成しているというふうに思うわけです。そういうになっています。だからまあなんだろう、二つの正方形くっついて、1×2 のような形をしているというふうに思ってください。そういうのがドミノです。で、まあこれ、ドミノをこう閉まっているところ書いてるんですけど、まあこういうのが、つまりですね、こういうなんか入れ物があって、そこにまあこのドミノの、コマというか、ドミノ牌ですね、がこう敷き詰められている。で、まあこういうのがドミノ牌と
言いましょうというふうに、します。それでですね、こういうの自体よく出てくるんですね。で、考えてるのは何かっていうと、まあそういう先ほどみたいな、こうなんか箱があって、そこにこうドミノ並べたり。で、この場合は、こうちゃんと並べられるんですけども、この与えられている盤面っていうのが、どんな形でも、でも敷き詰められるのか。まあ、敷き詰めることをタイリングと言ったりするんですけども、あるいはどういう場合には敷き詰められて、どういう場合には敷き詰められないのかってことを考えたいっていう話がよくあります。まあ、なんでよくあるのかってことを後で説明しますが、よくあります。でですね、これは実は、ニルグラフのマッチングの問題なんです。じゃこの盤面をドミノ派で敷き詰める。この盤面って言われても、ドミノの大きさはわかんないから何とも言えませんけども、敷き詰める場合には、マス目に沿って敷き詰めないといけないので、まあ、こんな感じの、まあ、マス目に区切られていて、だから、例えばこの左上のところを、埋めたいと思ったら、この縦に、こう、ドミノ派を置くか、まあ、横にドミノ派を置くかっていうことを、まあ、こう決めなくちゃいけないわけです。そういうそのが全体として、ちゃんと都合よくというか、うまく敷き詰めるように置くことができますかっていうことを、まあ、聞いてるわけです。で、この場合はできます。こんな感じですね。だから、まあ、その敷き詰められるんだったら、こういうような、この敷き詰め方を一つ見つけてあげればいいわけです。で、これ実はこのグラフとしてもモデルができます。今ですね、このマス目一個一個のところに、頂点を置いて、隣り合っているマス目の間にこの辺を引くという形にすると、これでグラフができます。で、このグラフと、ドミノの敷き詰めっていうのはどういうふうに関係するかっていうと、今ですね、このグラフの完全マッチングを持ってきます。まあ、これが完全マッチングそんなですけども。じゃあ、この完全マッチングを、初めのその敷き詰め方に変換できるんですね。どうやってやるかというと、これ元々の、番組に書いてますけども、そのマッチングに選んだ辺に沿ってドミノを置くってことをすればいいわけです。で、マッチングというのは、この二つの頂点を結ぶような辺になっているわけですから、その二つの頂点に結んでいるというのは、ちょうどその 1×2 の長方形を表しているという形に対応するわけです。で、まあ、完全マッチングにおいては、どの頂点に対しても、この青い辺が必ずちょうど一つ接続していることになりますから、こういうことをすることによって、完全マッチングが存在すれば、敷き詰められるということがわかるわけです。で、逆に完全マッチングが存在しなかったら敷き詰められないわけです。この敷き詰めている状態っていうのは、音にも直さず、この前に作ったグラフの完全マッチに対応するわけだから。いいですね。ってことは、この今このように作ったグラフに完全マッチが存在するか存在しないかってことが、敷き詰められるか、敷き詰められないかってことの判定と同じことを言っていることになるわけです。じゃあ例として別のもの。あ、すいません。その前に。今言ったことを考えます。わかる。考えている盤面をドミノ配で敷き詰め可能であることと、このように構成したグラフに完全マッチングが存在することが必要十分条件になっている。同値になっているというわけです。で、中があって、このように構成したグラフは必ず2部グラフです。ちょっと戻りましょう。これ2部グラフです。例えば、なんか黒、白、黒、白、黒、白っていうふうになんか分けられていると思うと、ここ2部グラフとわかります。あ、書いてありましたね。白黒白黒ですけど。はい。この2部グラフです。だから、先ほど言っていた、ホールの結婚定理の話が使えるわけです。完全マッチングにおいては必ず、片側の頂点集合を必ず飽和されています。で、片側の頂点集合が飽和されていて、なおかつ、その具集合の要素数が同じだったら、その、そこに出てくる片側を飽和するマッチングというのは必ず完全マッチングになります。ですね。じゃあ、この盤面、どんな感じで敷き詰められるか。今言った通り、敷き詰められることを示すんだったら、敷き詰め方を一つにしてあげていいわけです。ただ、じゃあ、敷き詰められないことを示すにはどうすればいいのか、ことを考えるわけですね。でそうすると、先ほどのこのグラフの考え方っていうのは生きてきます。どういうことか。今、このグラフ作ってみましょう。で、完全マッチング存在するんだったら、この黒の数と白の数っていうのは、まあ、同じじゃなくちゃいけないんだけども、そうまず、それをまず数えてみましょう。黒の辺の数は、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15ですね。15ですね。じゃあ白いくつでしょう。
数えてみると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あ、15ですね。ですね。でもし、この数が違っていたら、その時点で完全マッチに持たないので、進められないという結論が言えます。それは一つ重要なポイントなんですけども、この場合はそういう、簡単な判定ができない。そうですね。じゃあですね、じゃあこのグラフを引いてみるわけです。で、今やりたいのは、このグラフに完全マッチングが存在しないということを言いたいですね。そうすると、先ほどのホールの結婚定理の話が使えるということに気づくわけです。何かというと、これですね。二部グラフに A の頂点を全て飽和するマッチングが存在することの必要十分条件は、任意の A の分子集合に対して、この不等式が成り立つというふうに言っていたので、じゃあ完全マッチングが存在しないんだったら、この不等式を満たさないような S が存在するわけです。白の側に。で、本当にじゃあそういう S ありますかってことを、これ頑張って見つけるわけです。で、頑張って見つけたりようとすると、ここに見つかるんですね。これ黒の側ですね。黒の側に見つけましたけども、例えばこの6個の頂点からなる集合を S とします。だから黒の側を A だと思っています。黒い頂点を A の方だと思っています。で、じゃあこの S っていうのは6頂点なので、じゃあ S に隣接している S の近傍は何でしょうと言われたら、それはですね、この5個の頂点。この5個の頂点から、成り立っています。つまり、この NGS の助数は5になります。で、6と5を比べたら5の方が小さいので、ここに書いてある不等式は満たされないということになるんです。つまり、このグラフには完全マッチに存在しません。ということが、このような S を持ってくることで証明できます。この証明できるという言葉は重要ですね。証明できます。完全マッチに存在しませんから、もともとこれ考えていた盤面をのみので敷き詰めることはできませんということが結論として言えるわけです。ね、この盤面はドミノ範囲で敷き詰められないとなります。で、皆さん、この敷き詰められないということを証明しようとすると、例えば試行錯誤すると思うんですよ。ここをこうやっておいて、次こうやっておいて、こうやっておいて、そういうことなんかその試行錯誤してどうやってもできないっていうふうに言うことあると思うんですけども、どうやってもできないっていうことを文章で説明するのは非常に難しいです。一方で、このホールの結婚定理を使うんだったら、この S っていうものを見つけてあげれば十分なんですね。この S。S を見つけた後にちゃんとこの条件に満たさないということを言う必要はありますけども、S を見つけるってあげれば、それを使って他の人を納得させるのは簡単です。この数数えるだけですから。だからどうやってもとかっていうのを文章で書くよりは、もっとスマートな方法がある。ってことを、この、二部グラフのマッチングを使った考え方は教えてくれます。いいでしょうか。でですね、なんでこのドミノタイリングっていうのを考えるのかっていうと、先ほどいろんなところで出てくるって言ったんですけども、一番よく出てくるのは、この統計力学です。統計力学とかですね、物理学っていうのは、組み合わせ論とかですね、遺産数学の応用として、最も顕著なものの一つです。で、今から言うことを、YouTube に残すと怒られるかもしれませんけども、物理の、現代的な物理の多くの問題は組み合わせ論に付着されることが多いです。これは多分怒られるな。怒られるけども、怒られることを承知で言うと、その組み合わせ論の問題に付着されるものが多いです。全部がそうとは言いませんけども、そういうのが多いです。で、特に統計力学の問題はそういうものが多くて、でですね、今何書いてるかっていうと、これは酢酸ですね。酢酸という分子は、酢酸という分子はですね、この2つ揃ってですね、分子結合で、このいわゆる二量体というものを作るんですね。2つの分子が分子間力で結合して、1つの分子のようなものを作る。非常に二量体というんですけども。で、そうするとですね、例えばですね、酢酸の分子がこう規則正しく並んでいて、その下は規則正しく並んでいる中で、どのように二量体を作るのかということを考えるときに、これはですね、実はこのドミノタイリングに、としてはモデル化できるということになるわけです。そうすると、ドミノタイリングが存在するか存在しないかっていうのは、こういうふうにその二量体を作って全体がうまく、構成できるかということを聞いているのと同じなわけですね。
よく出てくる問題、その統計学でよく出てくる問題というのは何かというと、このような敷き詰め方が全部で何通りありますかというような数え上げの問題です。総数計算です。で、総数計算は何で重要かというと、それがですね、このようなシステムですね、K の、その、いわゆる自由エネルギーとかですね、エントロピーとか、そういうものを計算するときに役立つからなんですね。まあ、範囲の総数とかって言ったりしますけども、なので、まあ、そういうことを考えることがいいです。で、まあ、この数え上げについては、工学期に離散処理工学という授業があって、まあ、その中で扱いますので、まあ、その中でも、このドミノタイミングの話を、するつもりでおります。はい。では、ドミノタイミングの話はここまでになります。演習問題の中でも、同じような考え方をしてほしいのがあるので、ぜひ、挑戦してみてください。二つ目ですね。トランプマジック、いよいよ回答編ですね。はじめにご紹介したこれですね。13列4番になるときに、各列から1番ずつうまく選んでくると、すべての種類が選べますよという話ですね。こんな感じ。ので、一応言葉で書いてみました。トランプのカード52枚を4枚ずつ15個の組で2人に分けたとき。2人って言ってください。好き勝手という意味ですね。好き勝手に分けたとき、各組から1枚ずつカードをうまく選ぶと、エースからキングまでを1枚ずつ取り出せるということです。で、これを今から証明していくんですけども、まあ、コールの結婚定理を使おうと思います。どのようにコールの結婚定理を使うのかって考えると、だからそれまずこの今の話をグラフの問題としてモデル化する必要があるわけですね。で、その上で、マッチング登場してくるということになります。で、どういうふうにするか。まあ、こんな感じにします。今ですね、上に13個のグループを表す頂点、A から M まで並べています。で、下は13個のカードの種類、まあ、この種類のことを専門用でランクと言いますけども、ランクを表す頂点ですね。Aから金まで書きます。この上の A から M というのは何かっていうと、先ほどのこの並べたところですね、これをその左からこの A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、まあ、こういうふうに名前つけましょう。だからその A っていうグループには2とキングと8とキングがあるというふうに思うということです。で、そのまあグループのことを一つ一つ別の頂点で表すということにしています。で、まあ、上の頂点、下の頂点って感じですね。で、その間にこう変化を引くんですけども何かというと、そのグループはそのランクのカードを含んでいれば変化を引く。そうでなければ変化を引かない。先ほどの A、もう一度見ると、これですね。A というグループは2、キング、8、キングだから、だから2と8とキングに向かって変を引きます。そうですね。だから A からは2と、これかな ?8 とキングに向かって変を引きます。だから A の次数はこれ3です。いいですか？で、ラージ A はグループに対する頂点の数が、上の方はラージ A、下の方をラージ B します。で、このようにして、グラフ作ったのはいいんですけども、で、これ何をするか。これホールの結婚定理で使いたい。で、何かというと、実はですね、このグラフ必ず完全マッチングを持ちます。で、その必ず完全マッチングを持つということを証明するために、ホールの結婚定理で使うわけです。でですね、ちょっと一つ注意があるんですけども、このような具体的なグラフが手元にあるんだったら、その、最大マッチングを計算して、その最大マッチングが実際その、まあ、完全マッチングなんですけども、その完全マッチングを見つけるということができます。ただですね、今はですね、先ほどの命題を証明したいんです。で、命題は何だったかというと、どのようにカードを並べてもうまく選べるってことを言いたかったので、今はしたのは何かっていうと、どのようにカードを並べてそこからグラフを作っても完全マッチングが存在するってことを言いたいので、この具体的なグラフは今与えられてないんです。はい。だからその今、我々が知っているのは、このグラフが先ほどのそのようなプロセスを経て作られているっていうだけの情報です。ですから、そういう時には、こういう数学的な定理を使って考えていくってことが重要になるわけです。で、もう一度言うと、こういう具体的なグラフがあるんだったら、もうその具体的なグラフに対して計算してしまえばいいです。そのプログラムとか走らせればいいんだけども、今やりたいのは、どんな風に作ってもできるということを言いたいので、それは数学的に証明するしかないわけです。はい。で、そのために何するか。ホールの結婚定理を使いたいわけですね。だから、その上の
部集合から適当に S っていう集合を選んできて、それに対してここの不等式が成り立つんだってことを証明します。でどうするか。で、任意のそういう S 考えますが、で、S っていうのは、この上から取ってくるわけだから、グループの集合に対応します。これ、あ、色つくかな？あ、すいませんね。B、D、例えば D、D、E っていうのを、このラージ S としましょう。今の書き方で、このラージ S は、B、D、E です。じゃあ、この時に、この NGS っていうのは、この B や D や E に隣接している頂点を全部集めてきたんですね。それは、この場合、こんな感じになります。これが今 NGS ね。だから NGS は S2、7、8、9、10、クイーンということになります。でこの場合先ほど S は BCD だったので、S の要素数は5で、NGS の要素数は、1、2、3、4、5、7、7ですから、確かに NGS の要素数の方が S の素数よりも大きいということになって、この場合は先ほどのその、この結婚条件というか、この不等式ですね。この不等式が満たして、今の S に対しては満たしていることがわかるわけです。で、これをその、どのように S を選んできても、成り立つってことを言いたいわけです。で、そこの日本語を読みますけども、NGS は S に属するグループに含まれるカードのランクに対します。だから今この、エース2、7、8、9、10、クイーンっていうのは、この B と D と E の中に現れているカードになるわけです。現れているランクになるわけです。はい。ではですね、今見てみると、この S、これはグループに対応したわけです。先ほどのその並べ方の列ですね。列に対応します。で、一つの列には4つカードが含まれているわけだから、この S に属するグループに含まれているカードの総数は 4×この S の要素数になります。その B、D、E というその3つの列に含まれているカードの総数は12です。いいですか？一方で、エース2、7、8、9、10、クイーンというカードは52枚の中にいくつあるかっていうと、エースは4枚、2も4枚、7も4枚、8も4枚あるわけなので、全部で7種類、7個のランクがあるので、その7個のランクのカードは全部でこの52枚の中に 4×7 枚あるわけです。一般的に言うと NGS に対応するランクのカードは全部で 4×NGS の要素だけあるわけです。いいですか？では今から何を言いたいかっていうと、この S の目標が、目標をもう一回言うと、目標は S の要素数と NG の要素数を比べたときに、この不等式が成り立つということを言いたいです。じゃそのために、配列を使いましょう。これが成り立たない形します。S の要素の大きいと仮定しましょう。そうすると何が起きるかっていうと、今、B と D と E っていうこの中には、S の中、ラージ S の中には 4× ラージ S とのカードが入っているわけです。で、その中の、そのカードの種類は、この NGS に入っているカードの種類しかないわけです。一方で、この不等式が成り立っているとすると、この、今この青くなっているところのカードの枚数っていうのが、この 4S 枚に満たなくなります。だっていうと、4S が 4×NGS の要素数2枚、あ、よりも真の2枚から。だからその 4S 個のカードをこの S のに対応する列のところに並べなくちゃいけないんだけども、そんだけのカードがこの対応するランクにはないわけです。この条件が成り立っていると仮定すると。いいですか？だからそういうことが起きてはいけないわけですね。だからこれは、この過程は成り立たないわけです。あ、矛盾です。矛盾です。だからこの過程、成り立たなくて、実際、証明したかった、この S の素数が NGS の素数以下でないということが言えます。いいですか？つまり、結婚条件が成り立つ、コールの結婚定理の条件が成り立つということになります。つまり、このグラフは必ず完全マッチングを持ちます。この感じですね。完全マッチングします。そうすると、何が言えるかっていうと、例えば今、A からこの青い辺、この完全マッチの変化を受けて、8が選ばれています。これは何を言えるかっていうと、A というグループからは8を残して選んでください。B というグループからはエースを選んで残してください。というふうにします。そうすると、各グループを見たら、そこで
残って選ばれるカードが全て異なるということが、この青い辺がマッチングであることから言えます。なおかつ、これは完全マッチングであって、上にある頂点の数と下にある頂点の数は等しいので、すべてのグループから1枚ずつカードを選んで、選ばれたカードはすべて異なるランクを持っているという条件を満たすことができるわけです。これで欲しかった選び方というのが、完全マッチングから分かるということが証明できました。いいですか？で、実際にこの選び方、もう一回見るとこんな感じになる。あ、なんなかった。出ることもなかったですね。先ほどの表は実際この完全マッチングに従って選んでます。選んでるはずです。選んでるはずなんですけどね。はい。という形になります。いいでしょうか？はい。ではですね、三つ目、最後の例として、四目並べの話をしたいと思います。何でしょうね。まあ、四目並べ。まあ、皆さん、この、三目並べ。いわゆる丸抜ゲームとかって言ったりするものなんですけども、まあ、その四目版だと思ってください。で、まあ、先手後手、順番に、このマス目の一つを埋めるわけですね。実は、まあ、じゃあ先手ここを埋めます。今、この、×から始めてますけども、その、いわゆるこの丸抜ゲームをですね、欧米ではって言い方するとちょっと語弊があるかもしれませんけども、まあ、欧米ではって言い方しますね。私の知ってる欧米では。私の知ってる欧米では、×が先手です。で、丸が後手なので、まあ、それに従って、ここで書いてますが、丸が先手です。で、先手、×ここに書きました。で、先に、縦か横、自分の印で揃えた方が勝ちというゲームだと思ってください。で、斜めは可能なことにします。斜めに沿っても、それは無効とします。で、じゃあ、後手って、あれ、ここで。まあ、これ、まあ、ランダムにやってると思ってます。で、先手、後手、先手、後手。こんな感じで順番やってるわけですね。後手、先手、後手。あ、これは、ここにバッチ近くなって負けちゃうので、ありますね。こんな感じですね。だけども、ここでもう、丸角と、ここで一列スローと、揃いました。ということで、この場合、後手が勝ちましたということになります。うん。まあ、こういうゲームですね。まあ、こういうゲームを皆さん、まあ、よくやるかもしれないし、子供もこれをよくやったかもしれない。まあ、子供もよくやったかもしれない。で、その4目並べなんですけども、実は、これは、まあ、まあ、すごく簡単なゲームなので、まあ、性質がよく調べられてるんですね。で、これと実はマッチング関係ある。ですね。どういうふうに関係あるかというと、まあ、まずじゃあ、今から何を言いたいか、今から証明するんですけど、何を証明するかというと、これです。後手は必ず引き分けに結びます。だから後手は、必ず、負けないようにできます。だから先手に一列付け出せないように、後手は頑張れます。必ず。で、その証明実はいくつか方法があるんですけども、今からは、ホールの結婚定理を使うような証明をやっていきたいと思います。つまりですね、この四目並べの問題、これマッチングの問題なんです。なぜか、ということを今から話していきます。で、こういうようなグラフを作ります。ニルグラフ構成ですね。で、これは先ほどのそのトランプマジックの時と同じように、まあ2種類の頂点を作るわけです。で、今ここの下の例は、ちょっと4目並べの例で書こうとすると大きくなりすぎるので3目並べの例で書いています。で、何かというと、上の方はマス目の頂点、マス目に対する頂点です。この 3×3 の場合には、考えているマスが1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個あるので、その9個のマスに対応する頂点があります。だから、例えばこの左の頂点は、この左上の部分のマスに対応してください。この右側二つ目、これは、こうですね。この頂点に対応して、あれ、このマスに対応してと思ってください。こんな感じで9個。上にマス頂点を作ります。で、下に書いてるのは、これは列頂点です。列頂点。今、3×3の場合には、縦に3列、横に3列あるので、ですけども、各列に対して2つずつ、頂点を作ります。だから、この左端の列に対して、今2つ頂点があります。これ別の頂点もありますね。だけども、その同じ頂点に対応する、同じ列に対応する頂点が2つあると思ってください。ですか？それで、辺はどこに引かれているかというと、対応するマスが対応する列に含まれるときになります。例えば、この右の真ん中の頂点、マスっていうのは、右の縦の列と横の真ん中の列に含まれているので、この右の真ん中の頂点というのは、この右の縦の列に対応する頂点
と、横の真ん中の列に対する頂点に向かって辺が出てきます。あ、向かってというか、それとの間に辺が出てくるということになります。で、他のところにはない。で、こういう感じになっています。で、このようにしてグラフを作ります。今、ここに書かれているのは3目並びの例なんですけども、これを4目並びで同じことをします。いいですか？で、そうすると、今、3目並びの時には、上には9個頂点が書かれて、それはそのマス目9個に対応しておきました。下の方が何個頂点があるかっていうと、縦の列が3個あって、横の列が3個あるので、全部でその列の数は6個あるんだけども、各列の列2つずつ作ってるから、これは 2×6 の12個。6というのがいいかな。6×4 の12個。あるわけです。じゃあ、これ今、その3目並びの例を書いちゃったんだけども、そこ4目並びにしたらどういうグラフなのかということをちょっと考えてみます。そうすると、4目並びの場合は、マスの総数はいくつかっていうと、こうなっていて、4×4 ですから、これ全部で16になります。マスの総数16になります。頂点の総数16になります。で、各マスに対応する頂点がここにあるわけですけども、その頂点の実数はいくつかっていうと、それはこのマスを含む列の数の2倍です。で、この5つのマスを含む列っていうのはちょうど2つあります。横とか縦ですね。だから2つの列に1つのマスが含まれますから、1つのマスを含む列の数は2で、つまり、このマスの頂点の実数が 2×4 の4になります。実数、どのマス頂点の実数も4になります。ですか。一方で、この列頂点の方は何かというと、列の数は4たす4です。8です。で、その2倍は16です。だから、この下の方には4目並びの16個頂点が並んでいます。で、これはマス頂点の数と同じになります。まあ、偶然なのかな。同じになります。じゃあ、実数は何でしょう。実数は、実は、どの列を見ても、そこに含まれているマスの数は4つですから、実数は4になります。そうするとですね、これは実は不思議なグラフで、上に16個頂点があって、下に16個頂点があって、どの頂点の実数も4である。あ、こういう、そういうのを4正則ですね。どの実数も4だから4正則というふうに言いますけども、4正則グラフができるんです。そうするとですね、実はこのグラフには完全マッチングするんですということが言えます。なぜか。それを今からやっていきますね。お願いします。だから示したいことは何かっていうと、これ今、下の方を A だと思って、上の方を B だとしましょう。まあ、これどちらが A で、どちらが B でも、まあ、別に構わないけれども、下の方が A の方が考えやすいとします。で、下の方からいくつかその S っていうこの頂点部分集合を取ってきたときに、S とその隣接頂点集合、近傍の要素数を比べたら、S の要素数が NGS の要素数以下になるってことを証明すれば、ホールの結婚定理から、このグラフには完全マッチングが存在するということになります。このグラフの4目並べ版に完全マッチングが存在するということが言えます。で、これは S と NGS の間の隣接関係で数え上げを行うと書いてあるので、それをやっています。今、こういう、ちょっとまた行列を考えますね。まあ、表とあったと思っています。で、今、S の側には、まあ、AK 個頂点があって、U1 から UK あると思ってください。NGS の方には H 個頂点があって、で、V1 から VH と思ってます。で、ここにその1が0が書かれていて、まあ、0が書かれてないんだけども、この2つの頂点が隣接の場合には1を書きます。そうじゃない場合は0だと思ってください。で、そうすると、何が起こるかというと、この各行は Large S の要素に対応するんですけども、これは今 S から見て、その S の頂点を見たときに、S の頂点に隣接する頂点は全部 NGS のところに出てきています。それは NGS の定義からわかります。はい、2部グラフだし。で、なおかつ、この S の方の頂点の指数は全部4なので、このどの列を見ても、そこにある1の数っていうのは必ず4になります。いいですか？つまり、このグラフにおける、1の数、あ、ごめんなさい。この行列における1の数。行列の成分は4かける行の数。
に等しくなります。一方で、この列の方を見るとどうなってるかっていうと、その MGS の方の頂点を見たときに、それに隣接する頂点っていうのが S に全部出てきてるわけじゃなくて、S の外側にも、その NGS の頂点と隣接頂点がある可能性があるわけです。だけども、あったとしても NGS の頂点の次数は全部4なので、この S の方に含まれる、NGS の頂点の、隣接頂点の数というのは多くても4です。だから4以下です。つまり、この行列における、1の数の総数というのは4かける、この NGS の予想数以下になります。そうですね。ですか？そうすると、今この不等式を見ると、S の予想数は NGS の予想数以下だということがわかると。これが証明したかった不等式なわけです。ですか？これ多分次のページ書いてますけども。ここですね。京都で O の結婚定理の結婚条件が満たされるということが分かったので、今のグラフは完全マッチングを持つということが分かります。いいですか？では、じゃあ完全マッチングあるんだけども、じゃあその完全マッチングをちょっと取っていきましょう。こんな感じです。今、ここでは4目ぐらいで書いちゃいました。これは頑張って書いたんですね。あ、これ上に16個頂点が、マス頂点があって、下の方に列頂点も16個ある。で、今完全マッチングできました。で、ここから何をするかというと、この完全マッチングを使って、後手の戦略を今から記述します。で、どういうふうに記述するかというと、例えばですね、今この左、縦の一番左側の列に、と、このマッチングの辺で結ばれている2つのマス頂点があります。で、例えばですね、この左端の、この列、に、これ番号をつけて、例えば1番って番号を付けします。で、この1番の列に対して、この2つのマスが責任を持つと思ってください。責任を持つ。例えば、じゃあこの次の列ですね。この2つ、縦の列の中で左側2番目の、じゃあこれじゃあ2番というふうにつけるとすると、その2番の、列に対応、するマス頂点がここと、ここにあるということなんですけども、この二つのマス目は、この二番の列に対して責任を持つというふうにします。で、そうすると、この各マスに対して、どの列に対して責任を持つのかということが決まります。いいですか？で、その責任を持った列の番号を各マスに書き加えます。書くとこんな感じになります。この二つの列は、一番、マスは一番の列に対して、この列に対して責任を持っている。この2つのマスが2番の列に対して責任を持っている。3番、この列ですね。4番のこの列に対して責任を持っている。5番がこの列に対して責任を持っている。6番はここ。7番ここ。8番ここ。このようになります。で、そうすると何がわかるかというと、どの列を見ても、ちょうどその列を受け持っているマスが2つあることがわかります。それは今ですね、完全マッチングを作ったか、そういうふうに言ってるところが保証されているわけです。これで何をするかっていうと、例えば、先手がここにバツ書いたとすると、これは今3と書いてあるので、後手は何をするかっていうと、同じ番号が書いてあるところに打ちます。そうすると何が言えるかっていうと、この3という、列を先手が自分の印で揃えることができなくなるところがわかります。それは必ず丸があるから。じゃあ次に先手、まあ、ここで見ると、例えばこの、じゃ5に書いてある、ここにバツをしたとすると、後手は、この5に対応するもう片方の頂点を選ぶ。ってことをします。そうすると、この5という列は、先手で揃えることができなくなる。という形で、必ず、後手は負けません。先手が勝つことを防げます。よろしいですか？で、こういうのはそのペアを作るような戦略と言います。あ、後手の戦略は、先手の取ったマスに書かれた記号と同じ記号のマスを取るってことをするわけです。で、そうすると各列に同じ記号が必ず2つあるので先手は勝てないってことになって、後手は負けないということがわかります。いいでしょうか。
そのマッチングからこういう考え方が出てくるっていうのは、なんか不思議かもしれませんけども、まあ、こういうそのペアを用いた戦略っていうのは、この手の、ゲームを考える上で非常に重要な考え方になるので、まあ、こういうのはそのゲームを考えることが多い人にとっては、有効かもしれません。ではですね、今は、勝利したところですね、後手は必ず引き分けに持ち込める4目並びにおいてだったんですけども、実はですね、先手も必ず引き分けに持ち込みます。これちょっと演習問題なんですけども、つまり4目並びは、どちら、両方がですね、ちゃんと全力を尽くせば必ず引き分けで終わります。ってことが言えます。まあ、だからまあ、そういう意味ではつまんないゲームなのかどうかわかんないんだけども、まあ、ショートはまあ、一応証明できます。証明できるぐらいの、まあ、ゲームだということになります。でですね、試合では、について使って、これ演習問題なんですけど、7面もある4目並べ。だから7面揃えても勝ちになりますよっていうような4目並べ。これも実は引き分けで終わるってことがわかります。これ演習の問題です。そんなに嘘つありません。で、実はですね、今これ4目並べだったんですけど、同じような話は、7面もある N 目並べでできます。だから、3目並べ、4目並べ、5目並べ、6目並べ、7目並べ、ですね。で、4以上の場合は、今話したような、そのマッチングを使う、そのペアを作るような考え方で証明できるんだけども、N が3の場合だけ、3目並べの場合だけはちょっと例外で、この場合は実は倍分けで証明するってことしか、今のところ知られてないはずです。でですね、3次元バージョンっていうのがあって、3次元バージョンになるとまたちょっと話がややこしいんですけども、7面回る3次元3目並びの場合は、確か、ちょっと今ここ記憶が少なくならなくていけないんですけど、確か、マッチングを使った議論で同じような証明ができたと思います。あ、これ嘘ですね、これは、議論、今言ったこと嘘で、7面回る3次元3目並びの先手が勝つっていうことが証明できます。これは演習問題じゃないです。で、7面回る3次元4目並び、これ先手が勝つってことは知られてるんですけど、これは確か、コンピューターで、探索し尽くして、調べられた、だったという記憶があります。で、それで、未解決問題があって、これ、未解決のはずなんですけども、7面回る3次元5目並べが先手必勝なのか、引き分けで終わるのか、まあ、後手必勝ということはないんですけども、そういうふうなのかってことが、実はまだ分かってないはずです。解決問題ですね。興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。はい。では、今日のまとめ。今日は、まず初めに、2部グラフの最大マッチング、最小重複の競争を実して、きれいにベヘル版の定理と、どんなものを証明して、それを使って、ホールの結婚定理を紹介しました。それもホールの結婚定理に応用はたくさんあって、その中でも、まあ、ドミノタイリングとトランプマジックと4目並びの話をしました。はい。今日は、まあ、その最大流とマッチングの関係を端緒にしていろいろと話をしてきたんですけども、次回はまた、別の形で最大流問題をモデル化に使うような話をしていこうと思います。では今日の講義はこれで終わります。ありがとうございました。